屋台はやはり出てましたね。もう椎名町の駅からそこの境内2階だ、ずっと。ただ今みたいに立派なもんじゃなかったですね。で、大した大きなおみこしじゃないですから、子供みこしですから、すると入れましたね。今はもう境内は登れないんです。もうちゃんとした屋台が出ましてね、その前あたりの広場で揉んでるだけで。屋台にはどんなのがあったんですか？そうね、綿あめとかね、焼き芋の大学芋みたいなものとか、なんかひょっとこのお面とか、風船でヒューって吹くとプーってこうやってやるとか、そんな程度なかったかな。それは昭和22年うん頃でさ、もそんなのがあったんです。そんなもんだったですね。ですから、そういう人たちって全国渡り歩いてたんじゃないですか。そういう元締めがいて、なんつうんですか、屋台を出してね、お祭りの場所は移っていくじゃないですか。そこへずっと移動してたんだろうと思うんですけどね。結構にぎやかだったんですよ。